はい、皆さんこんにちは。1月31日アメリカは31日なんですけども、日本はすでに2月になっておりまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もカリフォルニアアーバンシーからお送りいたします。コーチアレックスでございます。どうぞ今日もお付き合いくださいませ。さて皆さん、今日もですね、5科目をですね、まあコンテンツを用意させていただきましたので、皆様とまあ提供お話ししていきますね。まずはですね、大谷さんと契約するにあたってですね、フィリーエージェントがね、全部で8個のね、球団がもう頑張ってるって、取りたいと言ってるんですけどね。そしてですね、ダルビッシュがですね、なんと自分は、まあ本人のね、インスタグラムでね、自分は宮崎キャンプから始めますよということを送りました。で、まあ説明してましたけど、僕はベテランだからなんとか言うと聞かせてくれたんですよ。普通は難しいですよねっておっしゃってましたけどね。大谷さんもベテランじゃないかなと思うんだけどね。まあそれよりも彼やっぱりベテランですね。まああとはですね、湯浅さん、この人は若いからね、まあ湯浅よ、ダル大谷に学んでこい、多く学んでこいという言い方だったけどね。まあ BMCWBC でね、まあ、いろんな学んでこいっていうことでね、まあ、実際のね、短縮講座なんとか話してるんですけどね。それからですね、1年、前、大谷にですね、まあ、ご存知のように、この小23で彼らなんですけど、まあ、1年前に小22がね、大谷さんにやって、今回はこの人にやったんですけど、なんかみんなね、一体どうなってんのじゃ、まあ若くてはいいんだけども、中身がないんじゃないかって言ってみんな話題になってるようでございます。それから1月30日にですね、メッツがね、またね、すんごい熱を上げて、大谷、もう報道ありまして、大谷取るぞということで、まったくもう、わーっとみんな毎日のようにいろんな話が言ってきておりますけど、まあとりあえずそういうことで、Ladies and Gentlemen、お送りいたします。では、じゃんっていきましょう。はい、ということで、World Baseball Classic 38日残りですね。まあいつもね、このようにで、あとはですね、ここでですね、いつもあれをさせていただいております。 Ladies and Gentlemen Samurai Japan きっと勝つ。はい、そういうことで、大谷さんの方もこれちょっと取れましたね。大丈夫かな、バッと逃げていっちゃうんじゃないかな。はい、続きましてはサムライジャパン、ショヘイ・オータニ、きっと勝つ。おぉ、抜けなかったね。はい、ということでございます。素晴らしいことを出ましたけれども、はい、今日も勝つ入れさせていただきました。はい、続きまして、これでございます。もうこれも皆さんにお送りいたしましたよね。まあね、古田さんがですね、本当に先発まで行ってくれたんで、本当そうなるかどうかわかんないんですけど、最初の戦で山本さんがいて、ダルシさんがいて、それから佐々木さん、はい、佐々木さんが行って、それからまあそれはもうチェコですね。でオーストラリアでは今永さんが行って、で大谷さんがまあクローザーなのかどうか分かりませんけど、そういうような流れを教えていただいたんですね。そしてまあその立ち後またこう戻して、やっていくということなんですけど、これでそうですね、まあそういう流れなんですね。そして、もちろんこちらの方も古田さん、あ、これは松坂さんですね。こういう、そして松坂さんじゃなくて、こちらが、こちら私ですね。で、一番最後にね、今回古田さんの入れさせていただいたんですけど、古田さんは、大谷さん、で、山田さんですね。どなたかね、これ説明いただいたんですけど、すごい方なんだってね。まあ、いや、それをまた後で話すということで、まあ、こういう感じでございます。まあ参りましょうか。じゃあこういうことでございますんで、まずはダルビッシュさんがね、サムライジャパンの情報いきましょう。はい、どうぞ。ダルビッシュサムライジャパン宮崎合宿参加表明ツイッターで、自分は宮崎キャンプの初日から行きます。初日、3月に開催される ABC で日本代表に選出されているパドレスダルビッシュ有投手36球が31日自身のツイッターを更新し、自分は宮崎キャンプの初日から行きますと投稿した。侍ジャパンは宮崎市のサンマリンスタジアムで2月17から27日まで強化合宿を予定。20日、24日は休養日していて、参加に言及。
これまでエンゼルス大谷、カブス鈴木らメジャー組の合流時期は未定となっていた、うん、さらにダルビッシュは嘘はついていなく、早期合流が難しいのは確かです、うん、ただ自分の場合はベテランであるためパドレスが融通を聞かせてくれましたと続けて説明の投稿をした。さすがダルビッシュ有名ですよね。はい、ということでございまして、大谷さんもね、ちょろっと言えば、まあどうぞ言ってくださいって言うとも思うけれどもね、まあその辺はどうか分かんないですけど、じゃあ続きまして、この方湯浅さんでございますけどね、これも行きましょう。どうぞ。キキツ越後屋のトラマン勇気湯浅よ、ダル&大谷に多くを学べ、 WBC は守護神への短期集中講座だ、うん、第5回 WBC ワールドベースボールクラシック3月9日初戦、日本代表に選出された阪神湯浅敦樹投手23は明日2月1日から始まる沖縄宜野座春季キャンプを途中で切り上げ、2月16日から日本代表強化合宿日向サンマリンスタジアム宮崎入り。岡田彰布監督65が今季の守護神に指名した右腕は世界の大舞台で貴重な経験を積むわけですが、うん、ダルビッシュ有投手36パドレスと大谷翔平投手28エンゼルスらの侍ジャパン合流の時期が大幅に遅れそうな状況が明らかに、うん、湯浅は短期間でメジャーの教えを吸収することになります、うん、日本代表として世界の大舞台でプレーすることの経験値は今後の野球人生にとっては大きな財産です。韓国戦や勝ち進めばキューバや米国、中米の強豪国との厳しい戦いが待っています。そこで得た様々な教訓は虎の守護神としてチームに戻ってきた時に必ず役立つでしょう。さらに同じチームにはダルビッシュ有や大谷翔平らバリバリの現役大リーガーがいます。彼らから吸収できるものは大きいはずですね、うん、当初は2月17日から27日の強化合宿サンマリン宮崎に参加できそうと見られていたダル&大谷、それに鈴木誠也や吉田正尚、ら大リーガーたちの侍ジャパン合流の時期が大幅に遅れそうなのです、なぜか理由は保険の適用期間の問題です、うん、WBC を運営する WBCI はある一定期間参加する選手たちへの保険を保険会社にかけます、うん、WBC 参加中に故障しメジャー開幕後の試合に出場できなくなった場合に備えるためです。離脱期間分の年俸は保険会社が所属球団に代わって支払うわけですね。MLB 大リーグ機構と MLB 選手会が同意した約束ごとです。しかし侍ジャパンの宮崎合宿は WBCI が契約した保険会社の保険適用期間には入りません。もしもダルビッシュや大谷が宮崎で何かあった場合、所属球団パドレスやエンゼルスはシーズン突入後も離脱中の両選手の年俸の支払いを記号自腹、記号でしなくてはならなくなります。当然これは回避、拒否すべき事態です。なので保険が適用できない限りダルビッシュや大谷の強化合宿参加は認めない方針なのです。認めてますよ。日本野球機構と MLB は大リーガーたちの合流時期について交渉が続いていますが、今の段階の様子を表現するならば極めて難航ですね。となればダルビッシュや大谷らが侍ジャパンに合流するのは3月9日の初戦中国戦東京ドームの1週間前あたりか、3月3日4日と強化試合の中日戦バンテリンドームが組まれています。なるほど。その時期が X デーになりそうな雲行きですね。ダル&大谷廃棄た教材、話を戻しますが、湯浅にとって生きた教材ともいえるダルビッシュや大谷らと同じベンチやブルペンで同じ時間を過ごす期間は極めて短期間となります、うん、それでもダルビッシュや大谷の話に耳を傾け、マウンド上での心理や対打者への駆け引きなど少しでも多くのお土産をもらうべきです、うん、場合によってはお風呂やトイレにも同行して気持ち悪がられるぐらいに密着してもいいかも。
記号短期集中記号で現役大リーガーのエキスを吸収してほしいものですね。昨年の侍ジャパン強化試合でも登板した湯浅は、WBC 使用球については、あまり違和感はなかったですね、と話していました。しかし、松屋に成分を多く含んでいる老人については、慣れるのに苦労しましたね。手がネチャネチャして困りました、と話していました。こうした環境に順応して、WBC では大活躍を見せてほしいものです。失敗は許されません。湯浅にかかる比重は重いです。ダルビッシュや大谷と接する短期間で何を学ぶのか、これも絶対的守護神への一里塚になるはずです。はい、ということで湯浅くん、頑張れ。いや、しかしね、さっきに話したのは新しい情報が入ってきて、これちょっと古い情報ってなりますね。1日遅れてもね。まあ、インスタグラムで、ユー・ダルビッシュがですね、私は行きますよっていうことを言ってくれたんで、その、ガーッと昨日私がそれを撮って入れたんですけど、実はここの話聞いていると、本当に大変でなかなか行けないということで、私はベテランだったから行けたということで、まあ、保険がね、どうやってね、その今の話が正しいんであれば、保険はどうやってダルビッシュだけにかかって他の人はかからないのか。やっぱりできるものはできるんですよ。大谷さんもね、もしかするとそのうちにね、出てくるかもしれないし、まあ一応とりあえず、彼はいけるということで、他の人は、まあ、後から来ると、まあ、その辺はどうなんだろうね。はい、では続きまして、この方でございます。SHOW23!まあこの辺の話をみんなびっくりしてるんですけど、はいどうぞ。 MLB 大谷翔平から一気に格下げの悲劇立った54安打の24歳抜擢は最悪の選択だ。昨季54安打のチザムの表紙抜擢に疑念の声。マーリンズのジャズチザム。 MLB の大人げゲーム MLB ザショー23のカバーアスリート表紙に異論が巻き起こっている。昨年版はエンゼルスの大谷翔平投手が選ばれたように、球界の顔が務めるのが常。今回はマーリンズの24歳ジャズチザム内野手が採用されたことに、ファンは、表紙はよくできていると思うけど、変な選択だ、最低でもトップ選手を起用すべきだ、と首をかしげている。2023年版はが3月28日、日本時間29日分に発売。MLB 公式サイトやゲームの公式ツイッターではパッケージの表紙が公開された。躍動感あるデザインは目を引くものの、チザムは昨季60試合出場で53安打打率点 .254 と精彩を欠いた。2022年の主役だとはとても言い難いように思える。米放送局 FOX スポーツもツイッターでこの話題に言及。納得できないファンは少なくないようで、彼は楽しい選手だが、アスリートの表紙にするには最悪の選択だ。彼は100試合も欠場して、トレードされるかもしれないのに、昨シーズン54安打などと否定的な意見が並んだ。未来を担う若手を起用するにしても、昨季ア・リーグ新人王に輝いたマリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が適任との声も。1年前は大谷の抜擢で大きな注目を集めた人気ゲーム。今年は違った意味で話題を振りまいている。いやまあね、ズバリいろんな人が、今年もそうなんだけど、バイデンほら大統領になってからですね、ほら副大統領にもそういうほら あれがないんだけれども、パッとファッと置いてみたのもんで、それから、まあ、最近はですね、黒人がかわいそうだって言ってね、少しずつ黒人の方々にどん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 ここヘルプしてるような気がします。その中の一環かなとは思いますけど、まあその辺がね分かりませんが、まあそういう情報が来ております。はい、続きましては、大谷さんと契約するのは誰、ナンバーワンの、もうとにかくね、このねランディングスポットが8つあるんですけどね。じゃあ行きましょう、これも。はい、どうぞ。大谷翔平と契約するのは誰、潜在的なフリーエージェントのランディングスポット8つ。ロサンゼルスエンゼルスのピッチャーで指名打者の大谷翔平は、2023年のメジャーリーグベースボールシーズン終了時にフリーエージェントになります。
もし大谷が契約延長にサインしなければ、彼は多くのクラブから激しく追われることになるだろう。彼が次の契約で最低5億ドルを受け取ることができると信じている人もいます。大谷は2017年12月にフリーエージェントとしてエンゼルスと契約しました。エンゼルスと契約する前に、彼はシカゴカブス、ロサンゼルスドジャース、シアトルマリナーズ、サンフランシスコジャイアンツ、サンディエゴパドレス、テキサスレンジャーズと会っていました。大谷が契約延長にサインせず、実際にフリーエージェントでエンゼルスを去る場合、うん、大谷のフリーエージェントオブ選候補は以下の8つです。いやー、私は昨日ですか、皆様に申し上げたんですけども、大谷はエンゼルスを去るでしょう。僕はそう思いますね。はい、それではまずはどこに行くのかって、私はドジャースに行くと思いますけど、いかがでしょう。はい、どうぞ。ロサンゼルスドジャース。ロサンゼルスドジャースが来年の冬に大谷のためにプレーすることは周知の事実です。うん、クラブは2022年から2023年のオフシーズンはかなり静かで、給与を削減し贅沢税の敷居値を下回りました。ドジャースは大谷に出走すると予想されている。うん、ということですね。はい、続きましてパドレス。はい、どうぞ。はい、2、サンディエゴパドレス。 USA トゥデイのボブナイテンゲールは最近、大谷に対するドジャースの最大の競争相手はナショナルリーグ西地区のライバルであるサンディエゴパドレスとなる可能性があると報じました。うん、パドレスはボールクラブに多額の投資をしており、現在スポーツで3番目に高い給与を上げています。彼らは経済的にも非常にうまくやっています。パドレスはフランチャイズ記録となる2万3000枚のフルシーズンチケットを販売した後、2月4日にシーズンチケットの販売を停止します。彼らは贅沢税の罰則に直面するだろうが、ドジャースがユニークなスターを追求するにつれて、パドレスは支出を続け、少なくとも大谷の値札を押し上げるように見える。僕はね、パドレスはないと思いますね。もしね、ユーダービッシュがいなかったら行ったかもしれないんですけど、わからないでね、ここもサンフランシスコジャイアンツもね、まあこの辺は近いからみんなあれですけど。サンフランシスコジャイアンツ、フリーエージェントのアーロン・ジャッジとカルロス・コレラを逃した後、うん、私はジャイアンツが来年の冬に再びビッグチケットのフリーエージェントにサインすることを試みるだろう。大谷がベストであり、彼が日本人であることを考えると、うん、彼はおそらく西海岸でプレーすることを好むだろう。うん、サンフランシスコもその中に含まれるべきです。うん、サンフランシスコはね、すごいいいんですけども、今の陣営がね、すんごいもう、あれが治安が悪くなっちゃって大変なところでございますけどね、まあ、球場の方には問題ないと思いますけど、ただ、カリフォルニアの方に、まあ、ロサンゼルスに出てくるのはね、相当時間かかりますんで、その辺はどうなさるかですね。まあ、ディズニーランドも遠くなるし、それからまあね、一平のお父ちゃんがやってる店も遠くなるし、それからまあ、日本食もね、いっぱいこの辺にはあるけど、向こうにもないことはないんですけどね、どっちかというと中国系が多いかなっていう感じですけどね。はい、続きましてこちら、シアトルマリナーズ。どうぞ行きましょう。はい、4、シアトルマリナーズ。ゼネラルマネージャーのジェリー・ディポトが大金を投じたいのであれば、うん、将来の殿堂入り外野手一郎がそうであったように、大谷が崇拝される可能性が高い別の日本のスーパースターをシアトルに連れてくることができる。うん、マリナーズはこのリストにある他のいくつかのチームと同様に、2017年に初めてフリーエージェンシーをテストした時に大谷と会った。うん、まあそうなんですけど、僕はですね、マリナーズはないと思いますね。はい、続きましてはメッツでございます。はい、どうぞ行きましょう。はい、ニューヨークメッツ。パドレスのようにメッツはすぐに支出をやめる兆候を示していません。本当、メッツが大谷を獲得する予定であると報じられた。うん、ということでね、簡単に終わりましたね、メッツさんね。もう金で勝負したいのかな。続きまして、あ、ここもないでしょう。6、シカゴカブス。アンソニー・リッツォ、クリス・ブライアント、ジョン・レスター、ダルビッシュ有、カイル・シュワーバー、ハビエル・バイズと別れた後、
カブスは2017年に大谷と出会い、お金を持っています。うん、カブスがナショナルリーグで真剣に戦えるようになるまでには、うん、少なくとも数年はかかるかもしれませんが、現在かけているものの一つは、ビッグタイムのスターです。うん、大谷は、クラブが新しい時代に移行するにつれて、フランチャイズの顔のような選手になる可能性があります。うん、まあ確かにそうなんですけど、確かに大谷さんがね、日本人がいるところはやっぱりね、ちょっと避けたいというね、まあいろいろうちの見てる方々もね、それはもうほら大谷さんだけがほら来て彼行かないとやっぱり良くないからね、こういういろいろその流れで、聖夜さんがいるもんね、あそこ鈴木聖夜さんがいる。続きまして、ニューヨークヤンキーズはどうだろう。はい、もうないと私は思う。 G ニューヨークヤンキースはほぼ全てのメジャーリーグチームよりも経済的な優位性を持っているという理由だけで、ビッグチケットフリーエージェントがサインする可能性のある場所のほぼ全ての編集に含まれる必要があります。ニューヨークは大谷の出身地である日本とはかけ離れているため、2021年の AL MVP がヤンキースとメッツを真剣に検討するかどうかは興味深いところです。まあね、ないと思います。続きまして最後になりましたけれども、テキサスレンジャーはあるんでしょうか。はい、どうぞ。8テキサスレンジャーズ。レンジャーズはパドレスと同様の戦略を実行しています。彼らは名簿の構築に多額の資金を投資しています。レンジャーズは2017年に大谷と会った。ディビジョンのライバルから彼を引き離すことができるだろうか。うん、難しいね。まあでもね、ジェイコブ・ディグロームがいるからね、あそこにもすごい人が入ってきたということなんですけどね。まあということで、LA ドジャース、サンディエゴ・パドレス、サンフランシスコ・ジャイアンツ、シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・カブス、ニューヨーク・ヤンキーズ、テキサス・レンジャーズ。僕はここだと思いますね。ロサンゼルス・ドジャースと思いますけどね。はい、続きましてこちらでございます。これもすごいね。この話も聞きましょう。どうぞ。はい、どうぞ。メッツは大谷に出馬する準備ができていますか ?1 月30日、メッツが大谷の立候補を予想、報道。翔平、大谷は来年の冬に市場に出るとき、MLB の歴史の中で最も人気のあるフリーエージェントの一人であると考えられており、メッツは二刀流のスーパースターを追求すると予想されている。もちろん、ニューヨークは現在2023年のワールドシリーズタイトルを争うことに集中しており、その後のオフシーズンにどのようにアプローチするかは必ずしも重要ではありません。メッツのオーナーであるスティーブ・コーエンはヘイマンの大谷の質問に答えるテキストの中で、来年について考えるのは難しい、私は今シーズンに集中している、それでもメッツの数字は大谷の検証の中心にあり、全てが言われて完了するまでに記録的な契約を生み出す可能性があります。その契約がメッツとのものかどうかはまだわからないが、コーエンのクラブが少なくとも2021年のアメリカンリーグ MVP の勝者に競争力のあるオファーをすることは良い賭けだ。はい、続きまして、この同じ情報なんですけども、まあ、似たような情報といえばいいんですかね。この大谷翔平格闘を、まあ、メッツがですねすごいあれしてあげてるということ、はい、大谷翔平獲得を大富豪メッツオーナーが熱望、大谷ダービーを勝つために明白な決意、現地紙。大富豪で知られるメッツのスティーブ・コーエンオーナーが今季終了後に FA となるエンゼルス大谷翔平投手28の争奪戦に参加することを熱望していると30日、日本時間31日、ニューヨークポスト紙電子版が報じた。メグンは今季、年俸総額が3億8200万ドル、約497億円で、課徴金、通称贅沢税だけでも1億900万ドル、約142億円に上る。しかし、同オーナーの純資産は少なくとも170億ドル、約2兆2100億円と桁違いで、同氏は他のオーナーより2倍近く、総額5億ドル、約650億円
とも予想される大谷ダービーを勝つために明白な決意をしているとした。同氏は資金面以外のメッツ移籍への3つの心配材料を挙げた。1つ目は本拠地が東海岸であること。メジャー移籍時に最終候補7球団のうち5球団が西海岸で、ね、東海岸はレロだった、うん、また西海岸には最大のライバルとなるドジャースが存在する。そうです。2つ目は大谷が金目当てで移籍先を選ばないと予想されること、うん、FA まで6年かかることを厭わず定年法で若い時期の移籍を選んでいる。3つ目は贅沢税、うん、メッツは来季年俸に対して 110% もの税率となるため大谷と年俸5000万ドル約65億円地位で契約しても支払い総額は1億500万ドル約137億円に膨らむ。はい、ということでございます。これ3つの話が出ましたね。とうとうね、大谷さんは金で動きませんということで、お金で動かないと、それからやっぱりね、あれですね、寒いところに行きたくないということをおっしゃってましたね。ということはこっち側がにいるだろうと。だからまあいろいろ考えてもやっぱりね、ドジャースですね。南行くんだったらサンディエゴパドレス、西北に行くんだったら、サンフランシスコジャイアンツというのがあるんですけど、いやドジャースでしょうね。まあね、まあ、とにかくということだと私は思います。続きましてこれでございます。この方ご存知の方いますか？この方はですね、まあエンジェルスでもやりましたけど、アルバート・プーホーがですね BBW のアワードもらって、はい、 Thank you very much. First of all, I want to thank the good Lord and Savior Jesus Christ for giving me the opportunity to be here in front of you guys. I want to thank the baseball writer for this honor. Really for me, 23 years as a professional has been a long time. I walk out of this game with a lot of joy, a lot of sacrifice, a lot of friends. Something that I will enjoy and miss this year when I see the crack of the back and spring training, which is, I can't believe 16 days away. But I want to thank some few people, my agent Dan Lozano and everybody at MVP Sport for being there for me for 23 years. It was like yesterday, we were just a little boy in Peoria, Illinois. When we came up, and I forgot the place that we sit down in eight, but thank you for all the support. I want to thank my family for supporting my career. I want to thank my country, the Dominican Republic. Small island, but a lot of great players, and some of them futures great players that you're going to see here, hopefully future Hall of Fame. I'm really proud to represent my country day in and day out. I want to thank the three organizations that I play for too. The San Luis Cardinals, who drafted me in 1999 and gave me the opportunity when a lot of people didn't believe in me. I want to thank the Angels for giving me the opportunity to wear that uniform. The Dodgers, who gave me the opportunity for 5 months and really get the joy back that I had as a little boy being in the playoff in 2021. Last year going back to St. Louis was unbelievable. Something that I never thought was going to happen, and definitely the Lord really came through for me and allowed me to finish my career where everything started for me. So I'm really honored and humbled to receive this award through my career. I was able to create the Pujols Family Foundation, which all of us here, we know that we have a responsibility. We have a responsibility we got with our family and with the community. So I'm able for 23 years to be able to establish a foundation who support kids with Down syndrome, which my daughter Isabella turned 25 just last year, and to allow me to give back to my country, the Dominican Republic, a country that I'm really proud to represent. So thank you very much and God bless. ああそうですね。いやそれにしてもあれですよね、エンジェルスにもありがとう、ドジャーズにもありがとう、カーディナル、ね、にもありがとう。ただしね、あれだね、 MLB とかね、アメリカにありがとう言わなかったね。こういうアメリカの制度で聞かせてくれてありがとうっていうのは聞かなかったけど、まあ一応みんなに感謝しておりました。それでは皆様、
頼りの時間がやってまいりました。いつもありがとうございます。皆様が頼りいただいてない方は遠慮なく頼りいただければとたまっております。どんな話でも結構でございます。さくらちゃんが読んでくれますんで、楽しみに待ちしております。それでは行きましょう。おっと、海岸さんありがとうございます。久しぶりですね。元気ですか？はい、どうぞ行きましょう。おつとも、おっとも、海岸さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。同じカリフォルニア州ロサンゼルス市なのにエンゼルスのアナハイム、うん、とドジャースではだいぶ違うのですか？日本人はマーシー村上さんのサンフランシスコや野茂英雄さんの関係でドジャースの方が馴染み深い感じもします。うん、WBC 韓国は豪州日本と続くので豪州戦次第になりそう。WBC の大谷翔平さんは初戦の中国戦に先発？いやー、そうですか。いやいや、あのね、あの南ってあのアーバイン市っていうのはですね、もう非常にね、治安がすごくいいというふうに言われてるんですね、このこっち側。それでロサンゼルスはあんまり治安が良くないということで、さらにこれは言いたくないんですけど、民主党のね、大統領になって民主党のガバナーがいるんで、もっと悪くなってるんですよね。だから良くなってほしいんでございます。それからまあ先発はね、大谷さんじゃないみたいですよ。まあでもまだ決まってないんで分かりませんが、今日のこのコーナーで一番最初見させていただきましたように、この方ですね、先発は。山本さん、このオリックス・バファローの山本さんが先発するんじゃないかということは吉田さんが選んでおりますけど、実際には分かりませんが、そういう話になっております。はい、ということでございましたので、次はこの方からいきましょう。広斎さんでございます。ありがとうございます。どうぞ。広斎さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、山田哲人はヤクルトの二塁手で過去年間トリプルスリー、30ホームラン、打率3割、30盗塁を確か3回獲得した俊足強打、高打の選手ですが、ここにから3年の衰えは隠せない。私はセレクションされないと思っていたので、驚きでした。あ、そう。彼より浅村が良かったのでは？現メンバーでは、強打で柔軟打撃の牧でしょう。そうですか。いやいや、それへんはやっぱりね、皆様のインプットがないとね、分かりませんけどね。情報ありがとうございました。なるほどね。はい、分かりました。それでは続きまして、ズガードン、ズガードン、ありがとうございました。どんどん、はい、ズガードンさんお願いします。いつも頼りありがとうございます。どうぞ。ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。この前新宿で買い物したついでに、大谷くんの影響もあり、新宿のバッティングセンターで生まれて初めてバッティングしてきましたよ。弟とスマイルマーク、弟とボールを当てられたのは4回ぐらいで、あとは三振でした。へこむわ。球が速くて怖かったです。うん、こんな球を簡単にホームラン打てたりするプロ野球選手ってすごいんだなと思いましたよ。冷や汗。確かに確かに、そう、私もそう思います。それでズガドンさん、スピードはどのぐらいだったんですか？マイルで行くと90マイル打ったんですか？それでも75とか80ですか？いやー、一般の人はなかなか打てませんですよね。まあでも本当にね、いてらしてて、ね、ありがとうございます。新宿ってね、懐かしいな。僕もバイトやったことありましたね、新宿にね。やっぱりね、懐かしいな。渋谷から乗って新宿に行ったんでね、まあ、池の上に住んでまして、その後にまあ秋葉原で働き始めて、武蔵小金に移りましてね。まあその後にまあアメリカに、まあグアム、沖縄行ってアメリカに来まして、それから帰って日本にいた時に、またいろいろ芸能界いろいろやらせていただいて、またアメリカに来て、今もうね、ここにずっといるんで、行くチャンスがないんで。ありがとうございました。それでは、時間となりましたので、皆様に今日はおさらいがないということで、
ここですね、やっぱりね、一番、ナンバーワン、大谷さんナンバーワンということで、今日をやらせていただいたのは、はい、ここですね。大谷さんナンバーワン、ナンバーワンですね。はい、ここでございます。ここでさよならさせていただきます。はい。はい、それでは皆様、いつも見ていただきましてありがとうございました。See you later. Alligator. はい、See you later. Alligator. はい、それでは皆様、また明日、お目にかかります。ありがとうございました。またよろしくどうぞお願いいたします。